戦闘竜と大志、激しい押し相撲が期待されます。東方戦闘竜西十両10枚目アメリカ戦闘竜出身友綱部屋西方大志西十両7枚目茨城県日立市出身星尾川部屋西の大志が今場所2連勝の好調なスタートを切りました。特に昨日の鷹の若戦は激しい相撲で勝ちました。その映像をご覧いただきましょう。昨日の鷹の若戦です。立ち合い当たって起こして突っ張りが出ました。早い相撲で勝ちましたが、今日は向正面は吉田アナウンサーです。吉田さん、はい、いい状態なんじゃないですか。久しぶりに頭からいけましたという話をしましたね。大志はメニエルシ病というめまいを起こしてしまう病気を抱えてましてね、はい、そのせいもあってなかなか頭からは当たりにくいんですけども、ただあの今場所は場所前にね、はい、幕下の力士を相手に頭からいく稽古を少ししてみたと、で、あ、これはちょっといいなということでですね、で昨日は思い切って頭から行ってみましたと。あ、そうですか。いやー、いい相撲でしたね。久しぶりですよと自分でもね言ってましたが、ただねあまりやっぱり無理はしないと、はい、あの頭で当たる当たらないではなくて、やはり前に出るという相撲でね、これからもどんどん勝っていきたいという話はしてましたね。はい、まあ、しばらくは四つに組んでからの相撲というそんな土俵も務めていました大志ですが、今日対戦相手は激しい当たりからの攻めがある戦闘竜です。宮城さん、はい、激しい相撲が期待できそうですね。そうですね。制限時間いっぱいです。戦闘竜は平成7年初場所を最後に幕下に下がって、先場所十両に戻ってきました。8勝7敗と勝ち越して、今場所は西の十両10枚目1勝1敗の成績です。好調の大志との楽しみな対戦です。いい当たり、大志が押し込んだ。セントリー突っ張る。いなした戦闘竜、送り倒し、戦闘竜の勝ち。大志土俵下まで落ちてしまいました。期待通りの激しい相撲になりました。戦闘竜勝って2勝1敗大志も2勝1敗です。ただ今の決まり手は送り倒して戦闘竜の勝ち。立ち合い、宮城さん、激しい立ち合いになりましたね。お互いいい当たりしてますよね。突っ張り合いからいなしが効きました。このいなしのタイミングはどうですか。良かったですね。前に出ようとしたところをうまくいなしましたよね。はい、はい、まあ、大志の体がよく動いているという話をしましたが、セントリューも調子良さそうですね。はい、そうですね、調子いいですね。はい、体がよく動いてますよね。セントリューが送り倒しで勝って2勝1敗としました。さて、では